2期生の庄司真央君です。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。共産党2期生の庄司真央と申します。はい、ありがとうございます。源泉会議のチャンネル見ていただいている方、知っている方もいらっしゃるかもしれませんが、私この度2期生として、活動させていただいております。私自身来年の5月の、野田市議選挑戦予定でございます。皆様、今回お集まりいただきありがとうございます。お忙しい時間を使っていただいて、お忙しい中来ていただいて、このように見に来ていただいて、ありがとうございます。皆さん、私自身今回のシャート構想大賛成でございます。理由が2点ございまして、1点目が資金面、小さい政党が国政政党に出ようと思うとめちゃくちゃお金かかります。尋常じゃないぐらいかかります。それを今回国政政党の旧 N 国党さんがいることによって、少ない金額で出ることができるんです。推す理由として2つ目が、私たち翼の党の活動をたくさんの方々にしていただくことができます。衆議院選挙に出るということで、メディアにたくさん出ることもできるので、たくさんの方に私たちの活動を知っていただくことができるんです。このように地道な活動ですが、私たち翼の党をしっかり今後も皆様の意見に応えられるように活動していきますので、何卒よろしくお願いいたします。皆さん今日はありがとうございました。お疲れ様でした。ご清聴ありがとうございます。